どうもお疲れ様ですそれではね44週目の指標を見ていきますので一緒に1週間の展望を考えていきましょうぐーっと見るとね3031日はちょっとした肝になりますよ2829が明けて10月の30日月曜日ですけども日銀の金融政策決定会合1日目っていうのはね二つ星になってますけどこれはそんなにね影響がないわけですよあドイツでは GDP の速報値出ますね まあこれはまあちょっと気にしないでおきましょうまあでもこれもねちょっとした私たちの暮らしへの影響になりますよでそのまんま30日は終わるんですけども31日がね我が日本で重大な発表があるんですよ まあこれによって150円の壁を割って149円台になったマーケットがまた大きく揺れることになると思いますどんな発表があるのかわかりませんけどもおそらく金融緩和を継続するよって一言に収まるんじゃないかなと思いますよねまあそうなるとね150円の方向にまあ向かっていく流れがまたできちゃいますねえ実際そうなると思いますけどもでも万が一万が一ですよこの前もちょっとありましたけども金融緩和に一定の おまあ見通しを立てたよみたいなね曖昧な言い方をしながらも終わることをにわせるとまあメディアの報道の仕方にもよるんですけども149円とか148円の円高に触れるっていう動きも予見できるんですよね、まあ、ですんで30日はともかく31日は大注目ですよ、うん、でいつこれ行われるのか分かんないところがミソでしょだから31日は ニュースが入るのを待つだけで、もうチャートは気にしないっていう過ごし方が御の字です。まあ私はちょくちょく見に行きますけどもね。えー、で、上田総裁が15時半に記者会見しますんで、最も揺れるのは12時あたりから15時半、それから16時、17時っていうことだと思います。まあこの日1日はテクニカルの日にはならないよってことですよね。 もちろんね、例のほら、トリガーをかけておくみたいな方法はあるかもしれませんけども、FX 折り合い品の中ではあんまりお勧めしませんので、コンサルの方だけにお伝えしておきます。はい、ずっと進めて31日ですけども、ユーロがあって、この日はあカナダも出て、まあ、アメリカはそれに比べておとなしいよねってことで終わりますね。はい、だから30、31日、うん、31日は特に、あの、上田総裁の発言が何だったのかなってことだけ、 マークしてれば、OK、ですチャートを細かく見に来ることはできませんおそらくその必要もないですで水曜日になります11月1日ですよね月の初めになりますんでとりあえずは昨日の影響がどのぐらいまであるかってことは今の時点では何とも言えませんけどもまあ多分色々となくなった状態でしょうその中で新しいテクニカル新しいマーケットを構築するのに 午前中いっぱい、もしくは一日中使うことになると思います。そこに追い打ちをかけるように、夜には ADP の雇用統計ですとかね、ISM が入ってくるということになってきますんで、まあ、11月1日もちょっとね、混乱するでしょうね。で、2日あたりから徐々にできるようになってくるんじゃないですか。あ、FMC がありますね。え、これは実際には、あの、これ、11月1日水曜日の発表になってますけども、日をまたいで、11月2日木曜日の、えー、 深夜3時ってことになりますよね。だからいつも私があの3時とか4時ぐらいに放送してますけども、f x ゴリハリの更新してますけども、そこにもろかぶりしますんで、<laughs> 失礼しました。またね、その時にお話し,します。で、木曜日なんですけども、木曜日はもうテクニカル的にだん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 勝負できるようになってきてるんじゃないかなと思いますよね。 材料も21時ぐらいですから、あんまり関係ないかなと。だから木曜日はもう普通のトレードしていきましょう。そして11月3日金曜日ですけども、この日は祝日になりますよね。祝日になる日本は休場ですから、だから日本の投資家さんがあんまり動かない可能性が強いです。まあですんで私から言えるのは、こういう時はもうね、ぶっちゃけね、なんか用事がある人は休んだ方がいいですよ。うん。でも他に用事がなくって、トレードをするぞってことであれば、 出来高が普通よりも弱いですけども、日本以外の市場で、もちろんね、あの、円っていうのは取引されてますんで、まあ多少動くかなってところです。ただあまり期待したような動きにならないですよ。やっぱり、円っていうのは日本の市場が空いてるからこそ活発に取引されますからね。はい。そして、えー、第1回目の、えー、金曜日ですから、アメリカでの、ね、発表もありますよってことで、金曜日の夜は荒れるよってことですよね。大、う、体、ん、見通しはこんなところです。 じゃあ、取引できるのはいつかっていうと、大体木曜日1日だけじゃないですか。その次が30日、月曜日。あとは、あの、あんまり、テクニカルでトレードに時間を使わない方がいいというふうに判断します。はい。じゃあ、今回以上ですね。えー、まあですんで、ちょっと月末ゲストでね、ちょっと用事があって忙しいよって方は、月曜日と木曜日だけ、トレードの方に気を入れていただければ OK です。お疲れ様です。